来いよ、おっさん。あれ、来ない。おっさん。あれ見て。なんでなんでなんで何おっさん何仲間になった、仲間ってか友達だった。あれ、はい、どうもさん、こんにちは、リュウケンです。リュウクラパート60、やっていきましょう。まずは、前回のリュウクラ。前回はスライムトラップを作った。今までのスライムトラップよりはるかに簡単に作れて、かつ効率もそこそこいいトラップが完成。これでスライムボールに困ることはない。ということで、今回はですね、久々に冒険会をやりたいと思います。イエーイ。ということで、今回ですね、冒険する場所はリュクラではね、一回もまだ行っていない森の洋館をね、見つけて攻略までしに行きたいなと思います。まあ、闇雲にね、森の予感探してもね、しょうがないので、今回はこのね、製図台使って製図家を作って、で製図家さんから地図をもらって探そうという、そんな感じですね。以前ね、海底神殿攻略をねやった時は、製図家さんからね、海図をもらえずに、ね、もう自力で探してやるって感じで探したんだけど、まあ、今回はね、もう無理やりにでもね、まあ、森の予感のね地図をねもらって、それでね探しに行きたいなと思います。ということで、早速行きましょう。ということで、早速ね、この製図台使って製図家さんをね作ろうと思うんですが、向こうのね、アイアンゴーレムトラップがある場所、あそこにね村人いるんだけど、あれみんなね、師匠がいるんだよね。あ、そっか、師匠がいるってことは、あそこに置いてある職業ブロック全部さ、これ製図台に変えれば製図家さん生まれんじゃね。ちょっと一回ね、アイアンゴーレムトラップのところに行きましょう。ダッシュ。さあ、見えた、見えたぞ、見えたぞ。うまく着陸して、はい、着陸。これ怖いね。これ破壊したらあれかな、この人たち多分逃げるよね。ちょっとね、この人たちがね逃げ出さないように。よし、そしたらちょっと何個か壊して、こんな感じでね、製図台に変えれば、あー、オッケーオッケーオッケー、製図家さんできましたね。あ、そしていいね、みんなちょっとね寝たね、ちょうどいいちょうどいい。あー、ごめんごめんごめん、あー、ごめんごめん、あー、ごめんごめんごめん、あー、やっちゃった、やってしまった、やってしまったね。ちょっと不手際上がってね、村人が一人ねいなくなってしまったけど、まあまあしょうがない、うん、これはしょうがない。よいしょ、じゃあ寝ましょう、おやすみなさい。はい、おはようございます。さあ、こうやって見るとね、製図家が5人ぐらいになると思うんですよ。あー、4人になったね。この5人の製図家さんを使って森の洋館のね地図をね見つけたいと思います。で、まずですね、まあこれね以前やってるんだけど、こんな感じで取引しまくってレベルを上げていきましょう。これは、あ、これ海洋探検艦地図だ。あ、レベル2からできるんだ、交換。マジか。この人は？あ、取引内容は解放しないと見れないのか。さあ、どうでしょうか。これは？これも海洋探検家ですね。これも海洋探検家？待って、みんな海洋探検家なんだけど、ちょっとあれかな。海洋探検家。これも海洋探検家。海洋探検家。さあ、どうだ。あ、海洋探検家。あ、でもこの下にさらに出てるね。レビさん、あ、出た、森林探検家の地図出ましたね。オッケー、森林探検家の地図出ましたので交換しよう。ちょっと待って、だからこれ誰かリンクしてんだけど、俺のベッドなんだけど。取引オッケー、ありがとうございます。さあ、見てみるとこんな感じになってて、あの位置にね屋敷があるんですよ。この向きで飛んでいくと、まあね、見つかると思います。よし、まあ、ロケット花火40個で多分足りると思うんで、行きましょう。ダッシュ、ジャンプ、はぁ、5、6千近くはあれかね、飛ばないと見つかんないパターンかもしれないですね。ちょっとね、俺のね考えがね非常に甘かった説ありますね。5、6000くらいだろうとか言ってたけどね、もうね8000、もう9000近いね。Z 軸9000近いところまで来てるから、これ多分1万を余裕で超えますね。ちょっとね、ロケット花火全然足んなかったね。これで40発使うと大体1万3000くらいまで来れるってことがね分かったね。あ、動いた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 ぞ。どこだどこだどこだ、え、村じゃん、村の中に何あんの。ちょっと待って、あ、そうじゃない、あ、気づいてしまった。そうだよね、 Z 軸が動いただけじゃん。え、つまり何かっつーと、これ X 軸また動かなきゃいけないってことだよね。うーわ、マジか。ちょっと一回着陸。ちょっと待って、ロケット花火足んない。エンダーチェスト、あった、こういうこともあろうかと入れてたんだよね。あれあれ、森の洋館じゃね。よいしょ、ようやく地図にも乗ってきた。ちょっとカクカクしてるけど到着だ。来ました。おーおーっているね。
ヴィンディケーターだっけ、ヴィンディケーターとなんだっけ、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、まあいますね、おっさんたちが。このおっさんたちも普通に襲撃で出てくるから珍しさはほぼないけどね。とりあえずですね、森の洋館到着です。やったー。座標的には X-4700 で Z は -13000 っていうね、拠点から一番近いのがここって、いやどんだけ遠いんだよって感じだよね。入り口っぽいところ探してるけど見つかんないね。まあこっから入るか。さあ森の予感攻略スタート。森の予感はですね、いろんなねタイプの部屋がたくさんあって、お宝があったりとかする部屋があったり、あとはね何もない部屋とか、まあいろいろあるんですけど、まあこんな感じで羊毛がね敷き詰められた部屋があったりだとか、見て回ることはねたくさんあるんで、ちょっといろいろ見ていきましょう。でね、急におっさんたちが襲ってくるんで、ちょっとそれもね気をつけながら。前のシリーズでね、確かね俺森の予感一回ね燃やしてんだよね。もう大火事になってさ、全焼したことがあってさ、大変なことだったんだよね。これはねただチェストが置いただけの部屋だね。ほんとここね結構いろんなね素材があるんで、最初の頃にね見つけてたらね多分めっちゃいいよ。ここ、こんな感じのね花もあって、この花瓶もあるんでいいよね。いたおっさん、あのおっさんはここの住人ですね。敵です。さあ来いおっさん。ちょっと怖い、ちょっと怖い。来いよおっさん。あれ来ない、おっさん。え、なんだあれ、え、あれ見て、なんでなんでなんで、なに、おっさん、なに、仲間になった、仲間ってか友達だった、あれどういうことですか。怖いんだけど、おっさんどうした、友好的になったこれ、どういうこと。このおっさんたち何、中立モブになったってことかな。仲良しですかこれは。え、なんだここは。あ、あれか、これはなんか牢獄みたいな部屋ですね。そう、こんな感じでねたくさんいろんな部屋があるんですよ。これほら、かまどが置いてある部屋なんだけど、これ溶岩があるんだよ。当時僕ね、あの石が欲しかったんで、ここら辺の石全部取ったんですよ。そしたら見事にこの金にね、引火して、そのままね、全焼しました。ははは。おっと、チェス発見。中身を見てみましょう。中身は、ポン!はーい、あ、いいじゃん。これいいじゃん。名札。名札があります。これは嬉しいな。さあ、あ、ほら、かぼちゃ育ててる。こういうね、部屋があったりだとか。へー、あ、スイカ育ててますね。あ、この部屋さっきと部屋同じだ。ここはね宝箱がある部屋ですね。中身見てみましょう。中身はポン。あ、エンチャボンある。エンチャントボン見てみましょう。中身はポン。水中呼吸に、はい。おー、見られてる。怖い怖い怖い。さあ1階はねもう一通り今ね見て回りましたね。そう、一応ね隠し部屋みたいなのもね中にあるらしいけど、まあここら辺にはないか。オッケー、とりあえずここの攻略1階部分は終わったんで上行くか。あ、ちょっと待った、気づきました。わかりました。あのね、有効的モブになったわけじゃない。俺がね、バカでした。俺前さ、あの、スライムトラップやって、ちょっといろいろやった時にね、あの、難易度をね、ピースにしてたんですよ。そのね、設定がね、ピースのね、ままになってました。大変申し訳ございません。こんな感じで今ね、難易度はピースのままでした。だから襲ってこないんだ。そりゃそうだよね。いや、まさか友達になったわけないよな。ちょっとあれなんで、一回ベッドをねここにセットして寝ましょう。そりゃそうだよね、なんかおかしいな、取ったんだよ。よし、じゃあね難易度をねハードに変えたいと思います。いきます、難易度ハード。さあ来い。こうすると、来た来た来た、そうそうそう、これが普通なんだよ。よいしょよいしょ。いやー、気づけてよかった。このままね何もなく終わったら悲しかったから。よいしょ。じゃあね気を取り直して、2階部分のね探索しましょうね。よー、出てきた、なんかおっさんが。ほらほら、まだいるな。攻撃してくるって分かった途端に怖くなってくるねこれ。いやー怖いね、なんかね。おいよいしょ、しゃいのしゃい、よっしゃいしゃいしゃい。クリーパーだよね、君みたいな子出てくるよね。よいしょ、すごい動きすんね、なんかクリーパー、なんだろう。いやーマジか、え、なんだ。一気にあれだ、やっぱ敵モブ来たな。あ、あいつか。よいしょ。このね、不死のトーテムをね、持ってるおじさんなんだけどね、あの人はね、先に倒した方がいい。変なね、妖精出してきたりとかするんで。あー、いるね。うわ、痛い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 。ダメージやば。ダメージやば。いくぜ。は、は、痛い痛い痛い。痛い。めっちゃ痛い。やばい、やばい。あ、大丈夫か?来いよ。おらっさん。うわ、やったー。さあ、気を取り直してね。3階部分。行きましょう。さすがにね、なんかね結構いるね、なんだかんだね、マイクラ歴もね長いんでね、こんなおっさんごときには負けませんよ、負けませんよ。お、なんだこのまがまがしい部屋は、なんかドクロっぽいね。え、なんだここ墓かな、なんかあんのかな。なんかあるわけではない。ほら、いた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 、一撃一撃でこう、えっ、びっく
くりした。あ、クリップやつか。いやマジか、フシの方でもあってよかった。今のちょっと待って、あのおっさん一撃めっちゃ強くなかった？ 0.5 しか余んなかったじゃん、やっば。よし、なんとか、一応ですね全部の部屋をね攻略終わりましたね。で今のところですね、特にねめぼしいこれはみたいなね部屋はねないですね。相手の感じって一応ですね、ざっとこのね屋敷の中の部屋全部ね見てみたんですが、これ攻略完了かなと思います。相手の感じで今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。いや無事ですねこの森の妖怪見つけることができてよかったですね。久々のね森の妖怪、僕はね楽しくできたのでよかったなと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録評価お願いします。またツイッター、インスタグラムやってますのでフォローお待ちします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。龍拳でした。グッバイ。